皆さんこんにちは。エビスで活躍した演歌歌手の真田ナオキさん。真田ナオキが5人の子供を隠し続ける理由や子供たちの現在について紹介します。まずは真田ナオキさんの経歴とプロフィールから紹介します。真田ナオキは日本の男性演歌歌手。血液型は O 型。小学1年生から中学生の頃まで少年野球をしていたが、小学5年の頃日本代表に選ばれた直後に靭帯を痛めてしまい、中学生頃には遠投もなかなかできないくらいになっていた。通野球を諦めた後ゴルフやボクシングなどをし、その後普通に働いていたが、東日本大震災の時にテレビでまだデビュー前の薄沢美咲の歌声を聞いて歌の力を実感し、知人の紹介で出会った吉井久蔵に師事した。2016年4月シングル CD レイコールで夢レコードからデビュー。2019年6月に定築レコードに移籍。2020年1月にメジャーリリースとなるシングルエビスを発売。オリコン演歌歌謡曲ランキング初登場1位を飾る。真田ナオキが2023年4月1日自身のブログを更新。離婚歴があり、元妻との間に子供が5人いることについて事実と認め、公表した理由を明かした。真田はいつも応援ありがとうございます。ここ数日プライベートのことでお騒がせご心配をおかけしてすいませんと書き始め、記事にしていただいたことが全てですと明かした。告白した理由はイベントが始まり、改めてお客様の前で歌わせていただいている日々の中、ファンの皆様のまっすぐで温かい応援に対して僕もありのまままっすぐ向き合いたいという気持ちから今公表させていただきました。ファンの皆様にはいろいろな思いがあると思いますが、僕はこれからより一層まっすぐに真剣に歌に向き合っていきたいと思いますとし、元妻のことは今も尊敬し感謝しています。子供たちは大切で僕の力の源です。こんな僕を支えてくれているファンの皆様への感謝を胸に、これからも力いっぱい前進していけるように頑張ります。そしてより一層歌に真摯に向き合い精進してまいります。これからも応援よろしくお願いしますと綴った。真田に5人の子供がいることは、元妻とは11年に結婚し3人の子供を設けたが15年に離婚。真田は16年に歌手としての活動を開始したが、元妻との間にさらに2人の子供が誕生した。関係者によると、現在は元妻とは子供の父と母として交流が続いており、養育費も支払っているという。元嫁は真田ナオキさんの中学時代の後輩で、デビュー前の19歳で再会後交際に発展したと噂されている。その後2011年の22歳で結婚後すぐに長女が生まれていますので、もしかしたらできちゃった結婚だったのかもしれない。2011年生まれとのことなので、現在はすでに12から13歳くらいになっている。そして2012年に次女が、2013年には長男が生まれている。3人とも年子ということで、産んだ体もその後の育児も大変なものだったと推察する。子供が3人生まれ2年ほど生活をした2015年に離婚していて、当時真田ナオキさんが26歳の時 T だった。結婚生活は5年ほどだったということだ。離婚した翌年の2016年にデビューしたのですが、その後も元嫁との関係は続き、2017年に次男、2018年に三女を設けている。離婚後も子供を授かり産むというのがとても珍しいと思う。今は演歌歌手の活動やテレビへの出演などで忙しく、なかなかゆっくりと子供たちと会うこともままならないかもしれない。真田ナオキさんと元嫁との離婚理由は、朝早くから終電近くまで仕事をして帰る日もあり、子供たちのことは元嫁に任せだったようで、そこに加え転職を繰り返し収入が安定しない生活に元嫁がストレスを抱えてしまったことが原因のようだ。3人も年子をワンオペで育児するのはかなりのストレスになると思う。さらにお金の心配もあり、かなり精神的に参ってしまったのではないのだろう。営業職の時は成績も良く、それなりの稼ぎもあったのですが、大好きだった歌への気持ちが諦められず、カラオケ喫茶で働くようになってからは収入が激減して、転職するたびにちゃんと生活ができるならいいと言ってくれた。元妻も次第にストレスをためるようになって、すれ違う日々が続いてしまったのだ。
僕は父親としてちゃんとできていなかったと思います。歌への気持ちが諦められなかったとのことです。元嫁からしたら子供のことより自分の夢を優先しているように見えてしまったのかもしれません。自分は出産、家事、育児で夢をとっくに諦めてるのにと感じてもおかしくありません。ただその後夢を有言実行で叶えた真田ナオキさん、この時代があったからこそだと思う。真田ナオキが2023年4月19日東京都池袋のサンシャインシティ噴水広場で新曲「酔えねえよ」の歌唱イベントを開いた。その場に作詞作曲した師匠の歌手吉井久蔵がサプライズで毒舌で会場を笑いに包み、真弟子を元気づけた真田が新曲を歌い終わると、吉の代表曲「雪国」のイントロが流れ、ステージ奥から吉が登場。真田の離婚歴と記号ビッグダディ発覚には、こいつはいろんなものを見失ってきたけど俺だって嫁や報道陣に言えねえことばかりやってきた、それこそ「酔えねえよ」じゃなくて「言えねえよ」と新曲にかけて吠え、爆笑に包んだ。苦笑する真田がびっくりしました。嬉しさと帰ってほしいという気持ちと半々と明かしたほどのサプライズ。離婚歴などについて先月29日にニュースサイト「ニュースポスト7」で報じられて以来、報道陣の前で歌うのは初めてとあって、人情味あふれる吉賀真弟子のために人肌脱いだ形だ。イベント後の会見で、今は夫婦という関係ではなくなったけれど子育てをしてくれる元妻に感謝し尊敬もしていると神妙に語った。男の子はプロ野球ヤクルトファンの僕と同じで野球が好き、たまに野球場に連れて行ったり、女の子は洋服選びに付き合ったりしています。休みが不定期なので普段はテレビ電話ですが、とパパならではの笑顔で告白。子供たちとは交流しており、いつかコンサートにも呼びたいし、もっとテレビに出て寂しい思いをさせないようにしたいという言葉に実感がこもった。同席した吉も、別に犯罪を犯したわけじゃない、自分の人生をちゃんと生きてちゃんと食わせていけばいいんだと辛口でアドバイス。真田は酒は体質的にほとんど飲めないが、この日もハスキーな歌声で昼夜2回のイベントをこなし、敬仙人の慣習を酔わせた。また真田はかつて暴走族の総長をしていたことも明かした。隠していたというわけではないんです。とし、営業職から歌手デビュー、ブレイクまでに苦労があったようだ。一連の記事を受けたブログで、真田はいつも応援ありがとうございます、ここ数日プライベートのことでお騒がせご心配をおかけしてすいませんとファンに感謝と謝罪。その上で、記事にしていただいたことが全てですとし、イベントが始まり、改めてお客様の前で歌わせていただいている日々の中、ファンの皆様のまっすぐで温かい応援に対して僕もありのまままっすぐ向き合いたいという気持ちから今公表させていただきましたと説明した。ファンの皆様にはいろいろな思いがあると思いますが、僕はこれからより一層まっすぐに真剣に歌に向き合っていきたいと思います。元妻のことは今も尊敬し感謝しています。子供たちは大切で僕の力の源です。こんな僕を支えてくれているファンの皆様への感謝を胸に、これからも力いっぱい前進していけるように頑張ります。そしてより一層歌に真摯に向き合い精進してまいります。これからも応援よろしくお願いしますと真摯に綴った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。